宮崎、横浜 DeNA。さすがに強すぎるけん。これいけるだろ。マジで強すぎるだろ。延長のリリーフのフライを一発で吹っ飛ばしてくれたわ。速報、貯金10。岸田で勝てるのか。森下に勝ったのでかい。強すぎて申し訳ないな。なんやこのチーム。優勝でいいやろこれ。中継ぎの層やばすぎて草。実況もライトフライやろなーみたいなテンションやったのに伸びる伸びる。あっさり勝ってびっくりしたわ。よそ見してる隙に勝つのやめろ。少なくとも宮崎が元気なうちは大型連敗しなさそうやな。マジでノリノリやな今年。逆に怖い。やっぱ野球はホームランだわ。外人補強頼むわ。ファンが一番気持ち悪いと感じてる。終盤に勝ち越して勝利多いよな今年。去年6回までリードされてたら積んでなかったか。明日は今永や。今までに体験したことがない何かが来とる。開幕カード以外、負け越しなし。やばい。